ここからは西村さんの街中深掘り散歩のコーナーです。はい、さあ西村さん、はい、今日はどんなお話でしょうか。ね、今日はですね、ずっと千秋公園を中心に、つまり久保田城周辺の内町、お侍さんの町についてお話しましたよね。今度いよいよ 外町って書いて戸町、旭川の向こう側通り町の方向なんですけど、大町方向、ちょうどそちらの方にちょっと話を進めたいんですけど、はいはい、まずちょっとね、映像撮ってきたんで見ていただけますか。ちょっと見てください。あ、動画だ。通り町通り町橋ですね。うん、これずっと行って通り町が見えますよね。うんうんうん、でこの橋の終わりなんですけど、あ、アパ川からか、はい、シナさんお気づきになりましたでしょうかっていうか、最初の冒頭のシーンでね、ポンポンとこの小便小僧さんが映ってるんですけど、映ってました。はい、あれ見逃したかも。あ、そうですよ。じゃあちょっともう一回ご覧になってください。最初のシーンだけ、橋のたもとにですね、実は私が行った謎の像、はい、小便小僧っていうのがあるんですよ。このアップにした写真も撮ってきましたんで、それ写していただければ、はい、これですね。おおって感じでね、地球をかたどった玉の球の上に乗ってるんですよ。こんな陽気にいるんですか。そうなんですよ。かなり結構楽しそうですね。かなり目立つでしょ、イエイって感じでね。イエイ、うん、これずっと昔から実はあるんですよ。で、小便小僧って私言ってしまいましたけど、はいはい、本当はね、平和記念像っていうの。あ、そうなんだ。はい、そもそもですね、これは昭和27年、はい、1952年ですか、サンフランシスコ、これはあれですよね、講和条約、つまり戦争に負けて講和条約、平和条約が結ばれるんですけど、それを記念というか、まあ、平和な日が来たということでこの像が建てられたんですよ。だいぶ古いもんですよね。でもあんまり気づかないでしょ。いや、そうですね、こういう像があった。誰が作ったんですか。うん、これはね、佐々木孫さんっていうね、うん、ちょっとプロフィール作ったんですけど、うん、秋田新マレーなんですけど、ずっとすぐに東京に行って修行、いろんな勉強されるんですけど、戦後疎開という形でね、疎開っていうか東京の住居が焼けてしまって秋田の生家に戻ってきて、今度は秋田のためにいろんな尽くすんですけど、いろんな活動されるんで、文化、厚労省でしたっけ、もらった方が作ったものなんですけど、この像をね、私たちは失礼なことに小便小僧ってずっと呼んでて小さい頃から。なぜかというと、はい、実は私たちの頃のこの小便小僧ってもっと低くてね、はい、こんな高いところに上がってなかったんですよ。もっとずっと下で、このすぐ、玉の座っている、坊やが座っている玉のとこからね、水がこう流れるようになってるんですよ。小便ではないんですよ。だけどもなんかその風情がね、それに似てたもんだから私たち林立てていて、指揮者というか大人によく怒られました。これは小便小僧じゃない、平和記念像だ。そうか、それだけ愛着がね、皆さんあって、これが通り町橋のねシンボルですね。ずっとあるんですよね、昭和の頃からっていうのが一つ。二つ目はね、通り町橋というのは通り町につながっている橋ですよね。で、ちょうどその、1600年のちょっとある佐竹義信さんの時代にこの通り町、大町でできていくんですけど、2階建てをね、お殿様が命じるんですよ。あ、2階だけにしなさいって。それはいろんな各方面からいろんなお客さんが来ますよね、久保田城を目指して、はいはい、その時に2階建てでメインストリートをやっておくと非常にこう美しいというのが一つ。あ、景観が良くなる。景観が良く、2つ目はですね、ストレートに2階建てだと久保田城が見えない、見えにくいということもあるんですよ。だから2階建てで目を塞ぎながらこう歩いていって登場してもらうと、これスパイとかね、そういったことをちょっとこう警戒したとも言われています。わざと高い建物を建てて、そうです、こう紛らわすようにした、うん、で、遠見町は賑やかなメインストリートだけにね、そういうふうな気遣いというか企てというか、そういうのをきちんとお殿様はしていて、で、通り町を通っていって内町の方に入ってくるんですよ。通り町を、通り町が戸町ですよね。それから橋を渡って内町、侍の町、そして久保田町、だからちゃんと、ね、計算されてるんですよね。
で橋のたもとって今日テーマなんですけど、うんうん、この小便小僧さんとともに2つ目をね、実は闇の部分があって、ここには刑場、死刑場っていうかね、あのいわゆる罪人をね、あのいわゆる処刑する場が下にあったんですよ。でその例えば殺人罪で親殺しの罪で1753年に、親殺しの罪で誰それ誰兵衛さんがっていうのが記録にあるんですけど、それは晒し首、切った首をねそのまんまそこの通り町の橋のところにね晒し物にしたという記録があるらしいんですよ。ですから闇、つまり光の部分、美しい2階建ての通りを通っていく通り町、途上していく通り町っていう光の部分と、そうではないその皆さんにその罪の重さを知らせる警鐘というかな、そういった部分と、結構通り町橋っていうのはいろんな要素が入っている橋なんです。いやでもそう思うとやっぱりいろんな意味で、注目される橋というか、はい、シンボル的なところだったということですよね。ちょうど番所といってね、はい、いわゆる見張り場があの刃元にポンポン2つ置かれていて、やっぱりそこが重要拠点だったんですよね。だから入り口出口が内町戸町のなんかシンボリティックで面白いですよね。というので今日は橋のたもとをご紹介したんですけど。そうですか、はい、通り町もゆっくり歩くと今も商店がね盛んに、そうなんですよ、はい、楽しいですよね、商人の町、通り町、はい、これからずっと、ね、これから次回以降、説明していきますんで、そうまだまだ戸町ね、また来週はすごくたくさん盛りたくさん、そうですね、用意してますので、はい、ぜひご期待いただいて、はい、戸町の職人さんの町ってなんか面白いですよね。だから身近だし、私たちのすぐそばにいそうな町ですもんね。なんか場所によってね、はい、こう盛んなものが違うじゃないですか。そうですそうです。茶町だったらお茶屋さんとか、はい、それ家督町って言うんですよ。あ、家督を継ぐってありますよね、はいはい、代々そのなんていうんですか、そのお米ならお米、魚なら魚、鉄砲ってはちょっと違うんですけど、それぞれの町が家督っていうことで、制御どんどんその行を継いでいったものが名前になってますよね。それについてはまた改めて気になるところで、はい、終わりました。延々と続きますね。すいません。そうですね、深掘りですから、ね、毎週町内を追うっていうのもいいですね、もうとにかく掘ってますからね。掘ります興味に駆られても掘るだけ、はい、まあね、はい、散歩もいい季節になってきましたからね。そうですね、お散歩いいですよ。はい、これからの季節だと、戸町では関東の、そうですね、ね、皆さん練習にも励んでいる姿も、各町内戸町っていうとそうですもん ね、きっと見られると思いますからね、はい、お囃子の音に誘われて、はい、皆さんぜひ、応援の意味も込めてね、ちょっと見に行ったりしてみてください。